はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、最近季節の変わり目とかで結構肌トラブルとかがね増えてくる時期かなっていうのを思うんですけど、普段からしなたんって肌綺麗だよねって褒めてもらえることが多くて、今日はですね、私が最近使っているスキンケアをね紹介していこうかなっていうふうに思っております。本当に工程もシンプルですごく簡単なスキンケアをしていて、この前ポップアップをやったと思うんですけど、ポップアップの期間は4時間とか5時間ぐらいっていうのが結構続いたんですけど、その最中でも今回紹介していくスキンケアをやっていたら全然肌荒れとかも気にならなかったので、すごく簡単で時短にできるんですけど、おうちエステぐらいのスキンケアアイテムで、最近私こっそり使ってたんですけど本当にいいので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していこうと思うんですけれども、多分気になった方もいると思うんですけど、今回ねタイアップになっています。なんですが、もちろん私がおすすめできるって思ったアイテムを皆さんに紹介しているし、そこはご安心していただけたらと思うんですが、今回その私がおすすめしたいスキンケアのブランドなんですけど、ナンバーズインっていう韓国でねめちゃくちゃ有名で、実際に韓国の YouTuber さんとかにも評判のいいブランドらしくって、韓国って肌が綺麗な方がすごく多いイメージだったりとか、美容大国って言われてると思うので、すごく私も使う前からなんか良さそうだなと思ったんですけど、これはもっといろんな方に使ってみてほしいなっていう風に私が思ってしまったので、紹介していこうと思います。じゃあ洗面所に移ります。はい、ということで今からスキンケアしていきたいと思います。メイク落としからやっていくんですけれども、使っていくのがこれです。ほんと使っててねちょっと減っちゃってるんですけど、1番のさっぱりすっきりクレンジングオイルになっております。ネーミングもすごい可愛いですよね。あのね、私最近ようやく気づいたんですけど、メイク落としってめちゃくちゃ大切です。今まで結構メイク落ちればいいやみたいな感じでやってたんですけど、クレンジングが大事だっていうことに気づきました。なのでメイクしてない日でもクレンジングは結構しっかりと最近はしてます。しっかりとクレンジングをして、肌によりスキンケアおなじみと肌肌にスキンケアが、この後のスキンケアをより肌に馴染みを良くするためにこちらをね使っていきたいと思います。オイルのクレンジングなんですけど、テクスチャーも結構ねサラサラして、サラサラしててですね、オイルって逆にトラブル肌とか脂性肌の方とかには刺激が強いイメージがあったりとか、あとダブル洗顔とかもねしなきゃいけないイメージがあると思うんですけど、ナンバーズインの商品は全部低刺激テストを行っているので、そこもね安心なんですよ。だから肌にも優しいし、目とかに誤って入っちゃっても痛くなりにくかったりとか、あとこれはダブル洗顔も必要のないクレンジングオイルなので、その忙しい人とかにもすごくおすすめですし、とてもね楽ちんなんですよ。こんな感じで伸ばしていきます。全然こうオイルの嫌なベタつきとかもないですし、化粧もねスルって落ちてくれます。逆にその洗浄力が高い分、クレンジングオイルって成分とかもきついイメージだったりとかっていうのがあると思うんですけど、さっき言ったみたいに成分もねすごく優しいので、ここも私が好きなポイントですね。でね、この季節の変わり目とかってこう乾燥とかで角質とか皮脂とかがすごい分泌されやすいんですよ。なのでそういった老廃物とかもしっかり除去するのはね大切なんですけど、そういった角質とか皮脂とかって油、オイルじゃないですか。オイルはやっぱりオイルで落とすのが一番いいらしいです。これ私最近知ったんですけど、でも確かに言われてみれば、水性は水で落ちるけど油性って水じゃ落ちないじゃないですか。なんかリップとかでもウォータープルーフのやつとかって、まあ、いわゆる油性っていう感じだと思うんですね。水では落ちにくいっていうことなので、そういうコスメとかを使う人とかはなおさらオイルがおすすめです。ちょっと今口紅を落としたので口の周りがめっちゃ赤くなっちゃったんですけど、ちなみにこのリップもねウォータープルーフで、結構このリップはクレンジングによっては落ちなかったりとかもするんですけど、それも本当にスルって落としてくれます。あと私めっちゃ喋っちゃうんですけど、最近本当スキンケアに興味があって知識をねちょっと増やしたので、すごいいろいろ喋っちゃうんですけど、最近私鼻の黒ずみがめちゃくちゃ気になってて、この黒ずみもなんか乾燥で酸化して黒ずみが出てくるみたいな、この黒ずみとかもやっぱオイルクレンジングがすごいいいらしくって、これを使ってから黒ずみもね気にならなくなったんですよ。なんか肌の凹凸もあんま気にならなくなったんですよね。本当にこれマジですぜひみんなにも使ってみてほしい。でこっからがまた大切なんですけど、クレンジングはやっぱ乳化が大事で、ちょっとずつ水を足していって乳化をさせていきます。でちょっとぬるま湯で乳化させていきたいと思います。私はなんかこう手に水をつけて、これを肌にこう当てていきながら乳化させる感じかな。乳化させるとちょっとねこう汚いかもなんですけど、ちょっと白くなるんですよね。これが乳化なんですけど、肌の汚れとかも全然取れ方が変わってくるので、仕上がりの感じとかも変わったので、ここは本当に大事な工程ですね。ある程度できたら流していきます。はい、ということで
っきりしました。洗い上がりはこんな感じでございます。どうですか、この鼻の黒ずみとかもマジで気にならなくないですか？自分で言うのもなんだけど、本当になんかもう綺麗なんですよね。本当にそう、これ本当にすごくて、仕上がりもマジでつるさって感じでめっちゃ気持ちいいです。肌結構柔らかい感じになります。で、私はちょっとね、突っ張る感じ若干気になるは気になるんですけど、レビューとか見てみると突っ張りづらいとかしっとりするっていう声は多かったです。そしてですね、これも時短ポイントなんですけれども、じゃじゃん、こちら4番の毛穴ゼロ卵肌トナーパッドでございます。もういかにも安そうな名前じゃないですか。結構韓国とかってトナーパッド多いじゃないですか。逆に多すぎて違いが分からなかったりとかっていうのがあると思うんですけど、このトナーパッドのねすごいところは毛穴に特化したトナーパッドになってて、毛穴ってやっぱすっごい気になるじゃないですか。そういう方にもぜひ使ってみてほしいんですけど、ちょっと画面で伝わるか分かんないんですけど、めちゃくちゃ化粧水が含まれてるんですよ、この1枚に。優しくパーってやってくださいけど、わかります、この量。見てわかる通りたっぷりね化粧水入ってるんですよ。すっごい良くないですかこれ。なんかパッドってやっぱり物足りない感が私今まで強かったんですよね。いろいろ使ってきたんですけど、このトナーパッドマジで1枚に含まれる化粧水の量が半端じゃなく多いので、本当に1枚だけでも満足します。肌に合っていくとわかると思うんですけど、結構もっちりとした感じのテクスチャーですね。保湿されてる感じがわかると思います。使うと保湿はね命なんですよね。特にこれからの時期とか季節の変わり目とかってちょっとすぐ肌乾燥するので。めっちゃ気になって調べてみたら、アンティセバム、アンティセブ、何なんだろう、なんか成分が入ってて、これがなんか皮脂をコントロールして毛穴を引き締める効果がある特許成分らしいです、このナンバーズインの。でもほんともっちりしてるので、なんかこうキュッて肌に入ってピュッてピュッてこうキュッて毛穴がなってくれる感じが本当にわかる。マジで冗談抜きで本当にわかります。毛穴がこうピュッてキュッて引き締まる感じ、本当に使ってみてほしい。多分私の言ってることがねわかる気がする。使ってみたら、トナーパッド1枚でこの肌の弾力ともちもち具合。ちなみにこのパッドなんですけど、裏表があって、表面が普通に平坦なやつと、裏がちょっとねボコボコとした感じのパッドになってるんですけど、このボコボコした方で拭き取っていくと、落としきれなかった汚れだったりとかも拭き取ったりできるので、そうやって使っていくのもすごくおすすめですし、ちょっと今時間経っちゃったので、私の肌の方に全部化粧水いっちゃったと思うんですけど、こんな感じでパックとしても使えるので、なんか朝とかにもだからすごいおすすめかな。夜だけじゃなくて、化粧水とかってコットンをね使ったりとかする方もいると思うんですが、忙しいとどうしてもコットンも使いたくない日あるじゃないですか。コットンに出してやるのすらめんどくさいっていう日、そういう人がでもこれパッドになってるので、もうすでに1枚パッて取って使えるので、そこも本当にねいいんですよね。あ、であとパッドってなんか肌に負担が強そうで使うの抵抗あるっていう方もいると思うんですけど、このパッドが純綿でできてるので肌にも優しい素材なので、今までそれが心配で使ってなかったっていう方にもこれはチャレンジしやすいんじゃないかなって思います。で、続いてで紹介するアイテムはラストなんですけど、ラストがじゃじゃん、これでございます。6番の爆睡マスクパックセラムでございます。爆睡って入ってる時点でなんかもうすごい良さそうじゃないですか。私はこうネーミングセンスにもちょっと惹かれてるんですけど、これはセラムなんですけど、これもね本当にすっごいんですよ。これ私初めて使った時感動しました。こんな感じでスポイトになってるので、これを手に出して肌にのせていく感じなんですけど、今日はちょっと贅沢したいなっていう日とかは2プッシュやっちゃったりとかしますね。でも1回でも本当に十分保湿されるので、1回でも全然大丈夫です。これを肌にのせる感じですね。なんかやっぱ肌のケアしていく中でパックとかを思い浮かべる方が多いと思います。パックってちょっと特別な印象ありませんか？でもパックって待ち時間とか正直ちょっとめんどくさかったりもするじゃないですか。なのでまあそのパックの代わりといってはなんですけど、本当にそのぐらいの保湿力だったりとか贅沢感があるんですよ、このセラムに。ちょっともう一回私使っちゃおうと。今日贅沢デーです。出してみると本当にこんな感じですっごいサラサラしてて水っぽい感じのテクスチャーなんですよ。なんですけど肌にこうのせていくとめちゃくちゃ肌の仕上がりがもっとそうですよ、本当にぐん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 浸透していって、どんな肌にも浸透を良くさせるためにわざと粒子も細かくしていたりとかっていう工夫もされているそうで、本当にね肌への浸透が半端なくって、わかります、このすごくないですかこれ。本当はさっき言ったみたいにシートマスクしたような感じのしっ
っとり感だったりとか肌のもっちり感がマジで秒で感じられるので、ほんと時短になると思う。このアイテムはもうでも水分感というかっていうのはマジで抜群にこれあるので、ほんとすごいんですよ。やっぱスキンケアもね、使いすぎてもあんま良くはないんですよ。余分なものとかが浮いちゃうのであんま良くないんですけど、まあでもこれさっき見せたようにすごいサラサラだし、何度か重ね塗りしても肌の負担も少ないし、やっぱ浸透をしっかりしてくれるので重ね付けしていくのもねすごくおすすめです。で今ちょっとこれもね気になって、なんでこんなしっとりするのかなと思って調べてみたら、精製水の代わりにアイスランドの氷河水が 63% ヒアルロン酸がたっぷり配合されてるらしいですね。だからこんなしっとりするらしいです。はい、ということでこんな感じどうですか。これもう本当みんなにも本当触ってみてほしい。本当来てください、私のお家来てください、実際に触ってみてください、肌マジでびっくりすると思う。え、こんだけって思うじゃないですか。こんだけでもマジでしっとりするんですよね。内側しっとりで外側ツヤツヤで、マジエステ帰りかなぐらいの感じになるんですよ。マジでおすすめなんですこれは、本当に本当におすすめ。名前にね、爆睡っていうのが入ってるので、夜に使うのがいいのかなと思う方もいるかもしれないですけど、全然朝とかにも使えるみたいなので、夜にこういろいろ使ってケアするのもいいですけど、めんどくさい時って本当に、もういかに早くスキンケアとかいろいろ終わらせるかが勝負になってくると思いますので、本当にそういう時にもこれ1本で全然歯が整うので、忙しい方にも使ってみてほしいアイテムです。というわけで今回はこんな感じで、私の最近使っているナイトスキンケアアイテムを紹介してみました。めちゃくちゃ簡単でしたよね。本当に季節の変わり目だからこそスキンケアをねしっかりやらないとって思いつつも、やっぱりどうしてもスキンケアに時間かけるのもなっていう方にすごくおすすめなアイテムなので、しかも本当にさっき見てもらった通り使うとマジで肌がもちもちしてすごく保湿もしてくれるので乾燥もしづらくって、今の時期これからの時期とかにもすごくおすすめなスキンケアアイテムです。今回全部ナンバーズインさんのアイテムを紹介したと思うんですけど、これだけじゃなくてマジで種類豊富なんですよ。番号で振り分けられたりとかもしてるんですけど、その番号一つ一つ効果がね違うので、それぞれ肌質だったりとか悩みとか違うと思うので、それに合わせたものを使うのがいいと思います。本当に使ってみてほしいですね。実際に使ってみたらすごく良さが伝わるかなと思うので、私は結構ね肌の調子とかによっても分けたりしてますね。その時の悩みとかによっても分けたりとかしてるので、そういう使い方もいいんじゃないかなと思います。で今ナンバーズインの公式ショップ、オンラインショップで特典だったりとか割引とかもねやってるみたいなので、ぜひぜひ気になった方は今がチャンスだと思うのでチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。